中日、大チャンスで、中日になってしまう。電車の中で叫んだ。本当に大島は得点圏で弱すぎるんだよな。もう代打宇佐美にしてくれよ。プロはもう限界。さすがにこれはひどすぎる。犠牲フライ猛点。めっちゃ中日らしいプレイだったよ。ドラゴンズの全てが詰まってたね。次のカリステさんも凡退してたし、めっちゃ弱すぎるんよな。さすがに弱すぎて草しか生えない試合展開やわ。マジで弱小球団の戦い方してるのうんち。村松と三好が頑張ったのに、最悪すぎるんだよ。大島は普通に、代打が合わないと思うな。カリステと大島には、正直がっかりしてるのが本音です。あそこは最低限犠牲フライやろね。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。